確実迅速に。みんな集中だ。ローラ、全力集中。飛ばしていきますか。ファイヤーボール。何何何。全力集中。おしまいにしようぜ。全力なる刃。自分の闇を取り戻す切り取り。頭の手を見せる気だ。応援する。ロコット。ローラ、全力集中。ちょっとだけ頑張るぞ。ゴーガンスマトーハ全力シーン。チリソダの青自然長。破断しているから。待て、ルンナ。バラバラね。今こそ絆の見せ所。ショームードね。いい抜くだよ。もんかな。目覚めよ。無事してだ。高速だ。マジで。マジメンガさん。宇宙へ。キャラクタービーンリス。こがはざん。まずまずだったね。いい感じだな。ジタバタするなよ。守護法陣、守護法陣、交渉力、守護法陣。いい訓練になった。
すぐ楽にしてやる。確実に仕留める。覚悟しな。まずまずだったね。いい訓練になりそうだ。瞬殺する魔法陣カユタウトリュウエンガダンバカイドトリゴペン魔法陣カユタウトマジンケ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 魔法陣怒りを使ってまだまだローラ全滅するクランキーパーティー次も僕が相手になるよ。いい訓練になりそうだ。瞬殺するのじゃ。ひらめく君だ。もうファイヤーコーン。バカ終わりだ。足元す救われないでよ。全滅中空中の
まだまだここからだ。過ぎだろ。落ち着いていこう。
わりだ。いい感じだな。私の背中、あっ。
自分を祀った神殿で最後を迎えるというのはどういう気分？この者を癒してやればよろしいではないですか。あなた一人では世界に害をなす毒でしかない。それがよく分かったでしょう。エステル、無事か？エステリーゼ様。エステル、助けに来たのじゃ。また君たちか。どこ？ユイ、フル、エステル、今助けてあげる。お前たちに姫は救えん。ふざけろ。道具は使われてこそその本懐を遂げるのだよ。世界の毒も正しく使えば、それは得難い福音。それができるのは私だけだ。姫、私と来なさい。私がいなければ。アレクセイ、やめなさい。アレクセイ、ジュリス。何がエンテレケイアか、何が世界の。やめろ、エステルを離せ。死んだか。そんな。思ったより小ぶりだな。まあ、使い道はいくらでもある。そうだ、せっかく来たのだ。諸君も洗礼を受けるがいい。姫が手から刺激したエアル。うわなんだと。なぜ貴様がその剣を持っている？あいつならこの剣よこしてどっか行って。めえなんぞに用はないそうだ。そんなものだな。長年不要になった途端転がり込んでくるとは。そう、満月のことはアパティア。我が知識があればもはやデインノモスなど不要。何寝言言ってやがる。つべこべ言わずエステル返しな。
姫がそれを。エステル。エステリーゼ様。エステル、どうしたのよ。わからない。何言ってんだよ。一緒にいたら私、みんなを傷つけてしまう。でも一緒にいたい。私、どうし、エステル、しっかりするのじゃ。死の子の言うな。わかんねえことはみんなで考えりゃいいんだ。ユーリ、いかんな、ローウェル君。ご婦人のエスコートとしてはいささか強引すぎやしないかね。紳士、あいにく紳士と無縁の下町育ちでな。行儀と、今となってはその件は邪魔以外の何者でも。ユーリ、みんな、あんたたち、そこをど、あいつはシュバーン隊長。いつも部下に任せきりで顔を見せなかったくせに、どうどうし、やはり犬の鼻はごまかせんか。あ、この声、ま、え、おっさん、冗談ってわけじゃない。ギルドユニオンの幹部が騎士団の隊長。初めて会った時、まさかとは思ったが。なるほどな。そんな、だって騎士団長だけでなくあなたまで、なぜです。俺の任務はお前たちとおしゃべりすることではない。レイブン、こっちは急いでんだ。通してくんねえか。それともマジでやり合うつもりか。やろうが。帝国騎士団隊長主席、シュバーン・オルトレイン。悪いけどおっさんだからって手加減しねえぜ。全力でお手は光栄だな。隊長、あなたと戦う日が来るなんて。戦う機会ができて俺は嬉しい。あんたなんて大嫌いよ。嫌われたものだな。いつもその調子でやってくれよ。いつもとはどのいつものことだ。うちらのことが嫌いになったのか。好きも嫌いもないか。俺は命令に従うのか。絶対に許さ、許してたまるか。敵対する者に許されるつもりはない。こうなれば敵として僕はあなたを倒す。いいだ、俺も同じ全力で行く。まだまだだ。魔法陣受けてたか。うっ、くそ、ユーロだ。うっ、レーダーいよ。うっ、よっと、ロハ戦列中、受けて立つ。記憶に春の嵐、大橋入れる、ザラザザワシレン、ロハ戦列だけか。甘いよ、戦列中何だけか。ザワザワザワ、僕とした。ほら、やったやった。危なかった。命を燃やし、気持ちを燃やし、ラスト、まだ僕としたことが、うわっと、よっと、生きるのじゃ。
していきますか。邪魔する奴は容赦しねえ。レイブンじゃぞ。関係ない。シュバン隊長。
あ、これは今の一撃でもまだ死ん何よこれ心臓ね、ブラスティアが代わりを自前のは10年前、10年前ってジンマ戦争、あの戦争で俺は死んだはずだった。だがアレックス、あの男、そんなことなら、それもヘルメ、なぜバールは気づかなかったの。多分こいつがエアルの代わりに生命力で動くブラスティア、そんな何、大変じゃ、閉じ込められたのじゃ。アレクセイだな、バカな、あなたがいるのに。今や不要になったその剣さえ始末できればいい、そういうことだろ。それでエステル使ってデュークをおびき寄せたってわけかな。つくづくえげつない野郎だぜ。そんなに落ち着いてんのよ。俺にとってはようやく訪れた終わりだ。ここを生きて出るつもりがなかったのね。芝居だったとしてもだ、ドンが死んだ時の怒り、あれも演技だってのか。最後までケツ持つのがギルド流、ドンの意志じゃねえのか。最後までちゃんと生きやがれ。ザーフィアスに向かったんだろうな。よ、ユリ、それにフレン殿も。ルブラン、
ここじゃないのだ。バカモン、そんなこと言っている場合。ちょうどよかったフレンドの、我らが単身騎士団長閣下と共に行動。どうも最近の団長閣下は長官が当たってみて、やっとこアレクセイは帝都に向かった。なんと入れ違いか。それでシュバンは僕。おお、そうか。で、今はヘラク神殿の中よ、一番奥。え、ちょ、おお、まさか。おい、どういうことなんです、フレンドロ。答えてください、フレンドロ。アレクセイのせいで私たち死にそうになったのよ。それを助けてくれたのがあんたらのシュバーン。あの人は、アレクセイは帝国にも内緒でなんかヤバいことをしようとしているらしい。俺たちはそれを止めに行く。あんたらも騎士の端くれなら、頼むから邪魔しないでくれ。そんな、何、早くしないとヘラクレスに逃げられるのじゃ。急ぎましょう、バウルを呼ぶわ。次は絶対にエステルを助け出す。もうあの子が傷つくのこれ以上見たくない。リタ、痛い思いをしてるのはエステルなのに、なんで私の体までこんなに痛いのよ。次こそ必ずね。ああ、絶対に助け出す。アレクセイの道具にされてるあいつを見るのはもうごめんだ。
雑魚が出てきやがって。